パイプマシンサイズ25パイプマシン、または日本語のねじ切り機とは、水道とガスや各種機体等の配管に使用する交換を接合するための様々な加工を施す電動工具である。交換切断用のパイプカッターに合わせ、管内面を面取りする、リーマとねじ切りする、ダイヘッドの機能を有する。パイプマシンが開発されるまで、 パイプねじ切り機を用いるねじ切り作業は中労働であった。発売後数年間に職人たちはパイセットと呼称していたが市場に最も多く普及し多数の機種が開発された1970年代には浅田はパンダ、松坂鉄工所は黒表、レッキス工業は牛若、アポロと各社がペットネームをつけていた。2000年頃までは 交換の配管作業に必須な工具であり、水道やガス工事の作業者に常時搭載されていた。各社のパイプマシン製造会主ンガスや、水道の配管は1990年代後半から2000年頃までに、腐食による錆耐震対策、思考簡略化などの観点から交換が、ポリエチレンや、ポリブテンなどの樹脂管に置換されたため、 パイプマシンの国内需要は補修工事や工場、設備用配管など、限定的用途に縮小して、製造各社は製品を廃止したり、アジア諸国で製造と販売を新規展開している。交換、被覆交換、圧力交換、ステンレス管の切断、内面取り、ねじ切りを1台で賄う。管に、各規格ネジ、防光剤に左右ボルト用ネジ、それぞれを、 チェーザを交換して切削できる。主にアルミ鋳造品で、その製造方法は、販売数や大きさを考慮してダイキャストグラビティ、砂型鋳造となっている。フロントチャックは、ハンドホイールとフロントスクロールチャック本体、爪から構成されている。スクロールは、渦巻き状のデコボコをグビし爪本体のデコボコと、互いに噛み合っており、ハンドホイールを回すことによって、 スクロールに回転が伝わり、爪本体が主軸の中心方向に進み、爪本体についている爪が管に突き刺さることにより、管をねじ切る時に発生する回転負荷に対して滑らないように保持する構造となっている。爪は、管の回転トルクが増すにつれ管により強く噛み込む、工夫がなされており、ねじ切りの大きなトルクが加わっても滑らないようになっている。 また、噛み込みは一定量で停止するようになっていて、缶を変形させないように考慮されている。この方式については、革命家が特許登録となるオリジナルな方式を開発採用している。ハンドホイールとスクロールの連結部には、回転に対して同期しない角度範囲があり、その範囲を使って、ハンマー効果により、より強くスクロールを叩きつけ詰めを、 ハンマーで打ち込むように衝撃的に管に食い込ませることができる。ヨーロッパ製の大きなサイズのパイプマシンには電動で管を保持する自動チャックを備えているタイプもある。シリーズモーターを使用している減速機は密閉式でグリース潤滑である。シリーズモーターはモーターに加わる負荷によって回転が低下しトルクは大きくなる特性がある。 この特性を利用して管のサイズに合った切削速度になるように減速比を設定する。コンデンサーモーターの場合は常に回転数が一定であることより主軸の回転数を変えてねじ切りする管に適正な切削速度となる主軸回転数となるようにギアチェンジ機構が必要となる。作業者は管のサイズに合った減速比となるように変速ハンドルによって あらかじめ回転数を決めておく必要がある。ねじ切り負荷の変化に関係なく、静かな音で一定の安定した回転数を得ることができる。モータには2種類が採用されている。シリーズモータと単相コンデンサモータである。それぞれの特色をパイプマシンの機能に生かされて選択されている。シリーズモータは軽量小型であることより、 比較的対象交換の小さいタイプに使用され、3インチまでのパイプマシンに採用されている。発売当初はカーボンブラシを一定期間使用すると魔物のため交換することをユーザーに説明していたが、交換しないユーザーが多く、ショートによるモータ焼けの修理が多く出ていた。そこでメーカーはある程度使用してブラシが摩耗すると通電しなくなり、 モータが回らなくなるブラシを開発して取り付けるようになり、この問題は解決することができた。ただし、モータ音は、感高く大きいので夜間での使用は、周辺住民の苦情となることがある。電圧の切り替えを必要とする機種には、コンデンサモータが使用される。モータ自体がシリーズモータに比べ大きくまた、価格的にも上であるが、静かというメリットがある。 主軸の回転数を変えるために変速装置が必要となり、減速機自体も大きく複雑となる。主に3インチ以上の機種に採用されている。逆転は左ネジのネジ切りの場合に必要となる。往復台は機械本体の指示棒に取り付けられ、主軸と同軸上に左右にスライドすることができる。スライドのための送りハンドルと切削オイルの通る穴が、 加工によって形成されており、ダイヘッドパイプカッターリーマを取り付けることができる。ダイヘッドはねじ切り位置では、切削油が往復台内部を通って、ダイヘッドの中油部から管にかかるようになっており、ねじ切りが終わって、ダイヘッドを持ち上げると、自動的に切削油が往復台下部から出るように切り替わる。切削油の量は、往復台についているダイヘッドピンや、 ダイヘッド自身に手調整することができる。ダイヘッドは管のサイズによって脱着交換することができる。ダイヘッドには手動自動切り上げ習い方式のダイヘッドがある。手動ダイヘッドはハンドルをスイングすることによってチェーザを管に対して前後することができる。規定のネジ長さがチェーザのネジ長さ寸法より長い場合は徐々にハンドルを チェーザーが広がる方向にスイングさせて規定のテーパネジを切る。この場合は熟練を要する作業である。自動切り上げ台ヘッドは主に手動とは別に規定のネジ長さを満足させることができるネジ長さのある幅広チェーザーが採用されている。各サイズの規定ネジ長さになると切り上げレバーが簡単部に当たり徐々にチェーザーを広げ切り上げ時にネジに 段差のつくことがないように、チェーザが広がって、その後感とチェーザが一気に離れることによりネジ切りが終了する。切り上げレバーを各サイズのネジ長さに調整する必要がある。習い、ダイヘッドは、用テ低パネージ専用でチェーザのネジ長さが、手動ダイヘッド用チェーザよりも短いチェーザとなっており、切削負荷を小さくすることができる。往復台に取り付けられた、 傾斜板にダイヘッドのカムプレートと連動したローラをグビした部分が接触していて傾斜板によりカムプレートが徐々に回転することによりカムプレートと粒に取り付けられているオーブを持ったチェーザーが広がる方向に移動してテーパネジを切ることができるダイヘッドチェーザーリーマチェーザーは下への食いつき部とネジ部からなっている食いつき部は交換の場合は一段であり 外被覆交換の場合は2番となっている。各部のすくい角度、逃げ角度、ネジ幅寸法の間軸方向の傾斜等が切削性能に影響する。また、バニッシングといって切削後のネジを押さえて仕上げる方法を取る場合もある。送りハンドルにてチェーザーをネジ切りする、簡単面に強く押し付けて缶に食いつかせる。パイプマシンには、旋盤のような親ネジによる、 ネジの送り機能はついていない。チェーザのリード角によって、ネジ送りが行われる。テーパーネジの場合、一組のチェーザで、同一、ネジ形状の場合は、2から3サイズのネジ切りに使用できる。PTPF ブスプタン、ブリティッシュスタンダードパイプスレッド NPT、アメリカンスタンダードテーパーパイプスレッズ。For General Use. アメリカカニオネジ EN ナショナルパイプスレッド CM 左右メートルネジ W 用のチェーザが一般的に標準使用品及び特別付属品でメーカーに揃っている3インチまでは4枚チェーザでそれより大きいサイズになると切削負荷と管の変形を低減するために枚数は増えていく一定数使用後ネジ切り後のネジに不具合が見つかった場合は チェーザを交換する必要がある。各、チェーザに123と番号が付けられており、メーカーは全数テストねじ切りご出荷しているので一組での交換を推奨している。なお、難作材のステンレス管の場合は、専用のチェーザと切削油を使用することが一般的である。他に、交換の突合性溶接用に、外面取りをする。 ベベリングバイトや考え集に溝を切るグルービングバイトがある。往復台に取り付け、管の切断に使用する。カッタホイール式とバイト式がある。主には、カッタホイール式であり、管の種類によって、交換用、外被覆交換用、ステインレス関用等がある。外被覆交換用は、裸さが高く薄いホイールとなっている。ステンレス交用は、 材質も一般用に比べ型作材対応の材質を採用しており、断面形状についても、切れ味と強度と耐久性等を兼ね備えたものとなっている。内皮覆交換の場合は、カッターホイールを使用すると交換部と内皮覆樹脂部が剥離してしまい、この部分に腐食が発生することより使用が禁止されている。メタル層または、ノコギリでの切断となっている。 往復台に、メーカー専用のメタル層カッターを取り付けて使用するか、ベッドバンド層やノコバンで管を切断後パイプマシンで作業を行う。切断した管の流体の流れを良くするために、内張りを取るために使用する。手動ねじ切り機による作業を行うアメリカ海軍 CB 手動のねじ切り機は、体力が必要で、時間もかかるため工事には使われていないが、 電源が確保できない場合にも使用できるため、軍の工兵隊などでは、訓練が行われている。全国作業工具工業組合、正しい作業工具の使い方 PDF、70ページ2010年5月31日、参照。パンダ中古機械情報百貨店、黒表中古機械の森刺激会紹介、牛若、アポロレッキス工業テクノサービス部各社。 ホームページ会社遠隔2010年5月31日参照。Google Books2010 年6月5日、配管概論職業訓練教材研究会。132ページから134ページ参照。実用登録第166万3046号、閲覧可能は、実機宮城61から0160012ページ19行から26行、参照。 実用登録第1749,151号、閲覧可能は、実機宮城63から18851ページ、考案の詳細な説明、20行から40行、参照。Google Books2010 年6月5日、よくわかる建築配管共通弁よくわかる、建築配管作成委員会、職業訓練教材研究会、83ページ参照。 特許登録第125万6145号、閲覧可能は、特木宮五59から0264121ページ、発明の詳細な説明、30行から2ページの20行までを参照。Google Books2010 年6月5日、よくわかる建築配管共通弁よくわかる、建築配管作成委員会、職業訓練教材研究会。 83ページ参照。特許登録第120万9442号、閲覧可能は、特木宮城58から0419751ページ、発明の詳細な説明、50行から2ページの6行までを参照。実用登録第154万5188号、閲覧可能は、 実機宮城58から3万5 3 8 9一ページ、実用新案登録請求の範囲、と4ページの第1図、参照。実用登録第1518,262号、閲覧可能は、実機宮城57から0391401ページ、実用新案登録請求の範囲、お及び2ページの第4図、参照。 Google Books 2010年6月5日、失敗から学ぶ設備工事著者テクノ筆は、147ページ参照。大塚紹介 CADJAPAN.com、レッキス工業取締役宮川下インタビュー記事、レッキス工業についての記述がある、2010年6月7日。ありがとうございます。